や皆さん今日はね高松のコンピュータさん、まあコンピュータさんっつったら日本で1番2番の神社で、階段が785段あります。そこを体を鍛えるために挑戦しに来ました。階段登るところをね、またみんなも見てください。これはサーフィンのトレーニング、パイプラインを滑るために祈願を兼ねて、それからあと神様に会えるように今回来たから、皆さんもこの俺の動画を見て、いろいろとこのコンピュータさんのなんていうのかな、大事なところを知ってもらいたいなと思って今日は登ります。僕も来ちゃいました、お父さんと2回目、ね、2回目です今回調子をね見にね、俺のコンディション、コンピュータさんは785段の階段を上って、神様に会いに行く感じなんですけど、サーフィンとよく似てて、もうかなりのカレントをくぐっていく感じなんだけど、きついよな、自分の体力を知るとともに、そこでたどり着いた先にはすごい幸福があるんで、サーファーとして登っていきたいと思います。神様にな、今日出会うといいな、言うしな。そうですね、ただ神様と話すから。俺そうね、はい、うん、登っていきます。はい、できるだけ階段の途中で止まらないで、危ないから。結構きついな。ここ結構きついの来ましたね。なぜね、こうやってさ、ね、階段がいっぱい作ってやって、やっぱり上に神様いるから、そこまで来た人が神様に会えるんだよってことで作ったんだろ、これ。そうだね。なんでこんななってさ、ほんと簡単には会えないってことだね。簡単に会えないってことだ、神様に。そうそうそう、皆さんこれ結構きついんですよ、ね、ゆっくりゆっくり、きつい。結構きつい。大丈夫ママ、大丈夫。ゆっくりゆっくり。どのくらいないと
はあ、ですよ。そこはまた最高だから、電車がね、最高にかっこいいの。やばいってかっこいいってことね。すごい、めちゃくちゃ揺れんの。そこでまた昔の話をしようか。彼女のママに聞かされちゃったよ、いかに俺が真面目だったかってこと。本当に真面目だと思う、こんな人よりなあ。うん、どっか引いてもらう。ここであるやつそんないないと思う。いないよな、ね。さあ、これ上上がったとこが綺麗なのよ。そうか、これではいいか。上がかっこいいよ。ああ、これから直角があるのか。まだか。そうそう、この次。この上にもあるんだろ。上の上にも。そう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 。上ここ上ある。あ、あったんだろ、お前。上がった、上がった。行ったよ。でもさ、願ってハワイなんとか行けるようによ。本当。あ、その意味でも願おう今日。な、願おうな。うん、それで行ってさ、また彼女が行くと思うからな、いいよ。あと200段ぐらいだ。いや、こんな人がいたらぶるって俺もな。本当。あ、うん、いや、こんだけ人々がさ、このね、500何十段を登ってくるんだからな、みんなすごいよ、ね。でも登ってみんなやっぱり良かったなと思うんだろうな。俺も神様なんだけど、ねえ、ゆうじ。ねえ、神様どうしたからよ。肩ぶつけ合ってからね。いやいいね、新鮮で。うん、この金っていう字がかっこいいよな。丸に金。さあ、お父さん、これ登って、これ左にカーブしてたら、あのほら金の鏡の最後の階段のあそこです。で、ここまで来ちゃえばね、これでいいの撮ってんのかな。どこで撮ってんか分かんないんだけど、結構撮れてるって。もう一つ残るから、まあ、気をつけてゆっくりでよ。クレさん、じゃあ行きますからね。ゆっくり行きますよ、クレさん。これが魔の階段 ね。お父さん、あれ、それ棒持ちな、棒いつも持ってんじゃん、ほら。そう、冷たいって言って。そうだ、きついね、みちこさん。そう、みちこさん持った方がいいとこ。これ何段？100段？100段。上まで。魔の100段ね。ああ、すごいよ。ワイミアみたいだな。やばい。よし、ここは気合入れて。きついな、やっぱり。でよくさ、こうやってね、うん、神様の愛にこんだけきついことをさ、うん、みんなねやらせて作ったよ。本当だよ。でも幸せだね。また来れたことが。やっぱりさ、ね、これも縁だしよ、ゆうち。幸せだよ。で、お前と来るとやっぱ俺も心を尽くすさ、誰よりもね。本当、お互いお互いな。うん、
やっぱり信じ合って生きていかれる、嘘なしでさ。そうそう、サーファーってあんまりそういうのにないからさ。うん、あとちょいだよ。あともうちょい。ああ、きついな。お前はないけど俺は72だからよ。うわ、すごいと思う。これでやっとパイプラインに乗れるよ。よし、パイプラインだよ、ゆういち。あつさんだ。ああ、よし、はい、はい、よし、来た。万歳だ。ゆっくりで、ゆっくりで、ゆういちちょっとヘルプしてね。そうそうそう、頑張った。ガクガクだよ俺も。でもすごい、行こう。大丈夫、取られない、取られない。ゆういち一緒に行こうよ。お前にこっち、お前こっち来たな。立て、コブさん見ててあげるから後ろ。どうか、いいよ。え、いやきついな。頑張れ。ああ、正面から先に。偉いよね。よし、これで。気をつけてね。あ、きついな。よし、よし。ナイス。よし。上まで行け、頑張れ。大丈夫だよ。よし。いやー、ゆうち、ここまで頂上まで上がってきた。750？785。785だね。やっぱりさ、なんでね、これだけ階段を作ったかっていうと、やっぱりこの神様がここまで上がってこなかったら御利益がないんだよっていう意味で多分作ったと思うのね。そうね。で、これをみんな世界から来て、うん、今日も何万人だろ。そう、やっぱりここ来て俺もスカッといたし、やっぱりガクガクで今足が正直言って、うん、でもこれもサービンのトレーニングないし、うんうん、ね、パイプラインまたね、72で行こうと思ってるからさ、うん、な、うん、まあだから今日はそう思えばいいトレーニングだよね。そうだな、うん、だからお前と俺との差が、お前はもうピンピン忍者みたいだったけど、俺なんかよっこらしょ。俺はもうそれでがっくりしちゃったけども、年が年だしさ。ただ、ね、それでいいんだと思う。そうかな、ね、うん、ただね、やっぱりサービンやっかでやってるサーバーたちもこういうところに来てね、うん、学ばなくちゃいけないことがいっぱいあると思うんだ俺、ね、だから俺たちがかぶれてここ来たわけじゃなく、ちゃんとやっぱりね、日本で1番2番争うこういう階段があって、コンピュー様だから、うん、世界のこういうところ来て、トレーニングとか、うん、ね、あの体、うん、腰が悪い人、うん、あの足が悪い人たちもこういうところ来て、そういうのを直していく、うん、俺そういうことがやっぱ必要じゃないかな、うん、どう思う？俺もそう思う。あのね、サーファーはね、あんまり未来を見ないで今と、あと少しやっぱりこういう昔の文化をやっぱね、知るべきだと思う。そうだな、うん、昔の方がね、やっぱすごいものがたくさんある。サーファーバカじゃいけないだよ、うん、そう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 、世間を見ながら生きなくちゃいけない。やっぱね、心を清めないと。そうだな、そう、心を清めちゃったからさ。そう、ね、清めすぎちゃった、ね、1年頑張れるよ。来年の大会もバッチリ頑張るし、いけるいけるな。いやー、このてっぺんまで、コンピュータ様のてっぺんまで来てよかったなと思う。やっぱりこれがあって俺の力がつくんであってね、やっぱりなんていうのかな、心も豊かになってスカッとして、体もガタガタ今足がしてるけども、まあここに上がれて、これから俺が頑張れる、皆さんにもかっこいいサービスを見せられる、そういうやっぱりなんていうのかな、段階、この階段登ってきたことが、それが俺の自信になって、俺がマーボーっていうプロサーバーが生まれて、大会出てもパンパンパンってやっていけるなっていう感じ、来年はそういうふうに、ね、なるために来たんだし、やっぱりなんていうのかな、俺はプロサーバーだから、ね、下手なとこ見せられないし、やっぱり
みんながおうまいなっていう、そういうプレーをこれからもしていきたいし、大会にも出て頑張って、ハワイの試合にも出て、それでマーボーをもう一回やり直す、するもう一回やり直しだよ、俺の人生サーフィンの、それが俺の今目標だから。うわすごい回す、見てこれ、すごいね、急だね、すごいよ、ゆういち最高。どっちだ、みあの、あ、ゆういち、はい、俺やっぱり高いとこが嫌いだからさ、おっかないよ、もうやばいよ、そう、も持って降りた方がいい、いやよいよい、帰りは怖いじゃな、ああ、ゆっくりでいいよ、今58歳ぐらいだから、この太ももが痛いや、太もも痛い、うん、ね、明日筋肉、うん、大丈夫だ、今日持ってきてるから、ママが持ってきてるから、あのお母さんがサロンパスを、これも俺も、あー持ってこなかった、この鳥居がいい、幸せさん、コンピラさん、あ幸せさん、コンピラさん、ああいいよ、ああじゃあマーさんインタビューしちゃいます。え、あのトレーニングマシンの効果はどうですか。ああ聞いてる、あれがもう何よりだね、もうほんとね、先月も16回行ったろ、聞いてるよ、自分でも体柔らくなってんし、柔らくなって、うん、もうサーフィンも全然違うと思う、だから楽しみだよ、今日のこの階段 もうそんなきつくなかったし、はい、ね、上がれたし、ね、筋肉にバネができてるから、あのこう階段降りるのも上がるのも、あのなんていうの、どっこいしょどっこいしょじゃなくなったから、よくよくなったよ、俺もだからこれからジム行ってね、サーフィンが早くパーンと立てるようにしたいよ、昔のチャンピオン時代みたいに、もう時期だよ、まだまだなの、しない、まだチンチン電車乗るのはまた楽しみなんだ、チンチン電車24時間なの、24時間、起きたらないよ、すぐ準備行っちゃうのか、うん、ああいいな、それもその勢いで、もうちょい、うん、ちょっと待ってね、ものしきちっちゃいよ、日本にはね、神社とお寺っていうのがあって、で神社っていうのはまたお寺さんと違って神様は違うから、お寺さんの方は坊さんがいてちゃんと宗教があって、みんなこうやって拝んだりして、供養したり人が死んだりしてやるのが、お寺さんの行事だって、ここに来る、ここは神社で、ね、また違う神様がいて、まあ、応援してみたり、足、病気、学、例外とかいろんなことがね、すごい、このコンピューターさんというのはすごい、神様で、日本で一番、二番、ね、
コンピュータさん下までコンピュータ人がいっぱいいるんだし、で明日行くところはまた弘法大師空海さんのとこ行って、俺の体みんながねどうなのか今後ね商売もそうだし、いろんな幸せになれるかなれないか、そういうことを祈ってもらうのが坊さんです。ね、で、立ったの？ここでボトムに体重ボトムに落ちないで、こっち側にテールにやってボトムにシューッと落っこって、だん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 落っこってボトムに落っこって、でこれにしたらターンターンで、で進行後に向かって構えてる。これがねターンであってテイクオフね。だからテイクオフはいきなりグイーンとノーズからボトムに降りるんじゃなく、テールにテールからテールを沈めさせてボトムに降りてくる。これがいいターン。そうすると波に押されて前に進む。そう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 。ああ、でノーズのまんまするって気持ちよく降りていっちゃうと、ああボトムまで行っちゃうから押されるところがないわけですよね。そうだね。はい、でそこで今度 H を使ってターンをしていく。はい、ここですね。そう。この波のここでテイクオフして、ああまあその足元。そうそう、ぐっとね足元してます、うん、でこうやっていって、うんうん、ねこれでまあボトムターンする場合には、はい、ここまで降りてって、はい、で俺の場合愛のボトムターンだ、ここでターンしてスピードを利用して、だからこういうふうにこういうふうにシューッと落っこってきて、このままだとバリンしながらぐーっと落っこってきて、それで遠心力使ってターンして、こんだけ離れてるんですね。そう、この普通がこの辺で、そう、でも俺はボトムターンスピードをつけるから遠心力を使うから、ボトムのボトムにかける。そうそうそう、ボトムのボトムに、うん、ボトムのボトムで、テールを押さえながらいかないと、そうで、テールボトムに向かっちゃう。で、なんでレールターン、レールしないと、レールだとグイーンと伸びるから、伸びるからね、はい、ここがボトム。そう、ここはね、だから俺の言うやつはボトムはここよ。ここはみんなはここだけど、ここまで来なくて、ボトムのボトムがここ、そうそう、ここでターンしてる、スピードを使って、はい、ここでここまで来ないと遠心力を、そう、遠心力を使って降りていく。今のいい感じだね。え？